どうもお疲れ様です。じゃあ舞姫大学の特別講義今日もやっていこうかと思いますけども、今回はですね、高額商品の作り方ということなんですけども、高額商品というといくらぐらいの金額のことを皆さん想定されますかね。いや、私はね、いつも価格を3つぐらいのパターンに分けてるんですけども、例えば無料から数千円ぐらいの低価格の商品ね、それから中規模の商品っていうのは数万円、2、3万とかね、まあせいぜい5万ぐらいまででしょう。それからまあ高額商品といえるものは天井知らずなんですけども、まずは30万とか50万っていうのが高額商品の入り口に入るのかなと思います。その次は高額商品の中でもさらにプレミアムな100万円単位のものってことになるかなと思いますよね。で、おそらく多くの方が考えてらっしゃる高額商品の売り方っていうのは30万とか50万のレベルのものだと思うんですよね。でもどうですかね、30万円の商品ってそれほどまでに高額かなっていうふうには思うんですよ。もちろん30万ってポンポン出せる金額ではありませんけども、運転免許を持たれてる方、何の疑問もなく30万高いなと思いながらも、運転免許を取るためには30万っていうふうにまず決めてからどこの教習所っていうふうにやってるんじゃないかなと思いますよ。まあ一つの例としてはこれですよね。だからどうしても解決したい問題があったら、金額的には高くても相対的に安く感じるものなんですよ。ですんで、どうしても解決したい問題に関しましては、この解決にどのぐらいの金額を労力を避けるのかってことになると思います。で、カウンセラーなど形のないそういった商品を販売する場合、お客様の悩みっていうのはね、簡単なものから難しいものまで様々なんですけども、基本的にそもそも問題が低価格で解決できるんだったらここまで来てないわけですよね。まあ、ですんで、30万なり50万なりっていう商品を設定した時に、お客様がその商品に対して問い合わせをするとしたら、無料や低価格では解決ができなかったってことなんだと思います。で、そこでですね、販売者側の覚悟がいるんですけども、この高い商品、高い金額がつけられないっていうのはどういうことかっていうと、その金額をいただいてそのお返しができないっていうふうになってるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、例えばね、50万円の商品を納品して50万円をいただきました。50万円分の責任が果たせるかなってところに自信がないんだと思うんですよ。そうなってくると私は思うんですけども、まずは低価格の商品をたくさん売ることも大事なんですけども、自分がその高額商品を買ってその商品のサポートを十分に受けられたかなっていう経験が足りないんではないかなと思うんですけどね。まずは自分が消費者となり、金額に応じたサービスを受けてみる。その経験があればあるほど、自分でどのぐらいのことをすればいくらぐらいが相場なのかなってことはつかめてくるんで、だからまあ商品をリリースする際に金額に迷うってことは、そもそも購入者、消費者としての経験が足りないんじゃないかなと思うんで、まあいくつかね、商品を買ってその商品を分解してみるっていうことがあるといいんじゃないかなと思います。どのくらいの金額の商品はどのくらいのサービスレベルで出来上がってるのかなとかね、そういったところはまず参考になるんではなかろうかと思います。そして迷うぐらいなら、まずは人の商品を丸パクリして作ってみるといいんじゃないかなと。多分すごく苦労すると思うんで、ああ確かにこれで30万安いなって感じると思うんですよ。あとはね、徐々にね、販売数が増えれば増えるほど単価が引き下げていけるっていうだけなんじゃないかなと思いますよね。月に1本しか売れないとなると、やっぱり30万50万という金額をつけざるを得ないと。それは自分の経費の関係でもありますし、また販売数が少なければその分だけ買ってくださった方に濃くできるっていう、まあ、そんな顧客へのメリットもありますよね。でも30万の商品が月に10本売れてしまえば、10人の方に高いサービスのレベルを維持しなければならないとなると、10人以上に販売することが難しくなるんで、価格ってのはまあ自然にバランスするんじゃないかなと思います。じゃあ今度は30万の商品が100個売れたらどうするかってことなんですけども、これは10人とかそれ以下の人数をサポートした時よりもサポートは薄くなる、遅くなるので単価を引き下げるっていうことになるんでしょうね。まあそうやって全体の売り上げと顧客が何人いるかっていうふうな計算式ができてきて、それに応じてのサービスレベルってことになるんじゃないかなと思います。基本的に売れれば売れるほど一人で対応する分には
サービスのレベルってのは落ちますんでね、じゃあ価格も調整していきましょうってことになるんじゃないかなと思います。ちなみにですけど、私の場合は商品買ったっきりってやつがありますよね。基本的にサポートはないよ、商品を販売しました、それをあなたが自ら咀嚼してくださいってことです。これはだから低価格とか数千円に該当します。それからサポートはするんだけども継続のサポートじゃないですよっていうものに関しましては数万円の商品かなと。そしてある程度の期間をもってサポートもお付けしますよっていうね、販売者としては最も尾を引くと言いますか、気が抜けない数ヶ月なり数年を過ごすものっていうのは高額商品っていうことになるのかなと思います。まあ私も今ね FX オリガルヒっていう商品を58万で9月から新価格でリリースするわけですけども、これサポート10年ぐらいしますからね、そうなってくると年間5万8000円なんですよ。年間5万8000円のサポートって果たして高いですかってことになってくると、じゃあそれを1日あたりに直したらいくらですか、割る365してみてくださいってことになると、なんとね200円にも満たないような金額になってくるわけですよ。まあ、そうやってサポートがどのぐらい自分がインターネットの力でねできていくかってことによっても価格ってのは調整できるんじゃないかろうかと思います。はい、じゃあまあ価格の付け方ね難しいと思いますけども、これもビジネスの一つですよね。商品の価格をつけてみる、そんな経験なかなかね勤め人である間はなかったと思います。でも近所の弁当屋さんだってその弁当をね580円にするのか3キュッパにするのか原価とは関係ないところで結構悩まれてるんじゃないかなと思います。ちなみに奈美さん、最近ね学校給食がどんどんなくなってるそうなんですよ。というのが学校給食って低価格であることが求められるんですけども、入札の段階で勝ち取ったその低価格の学校給食の契約金、その後に仕入れ物価の高騰が激しく続いたでしょ。だから給食業者さんがいろんな経費が急に払えなくなって、それこそ従業員さんの給料も税金も払えなくなって、まあどっか行ってしまうってことになるわけなんですよね。そうなると結局は気の毒なのが給食を取るべき小中学生ってことになるのかなと。場合によっては介護施設とかもねその中に入るのかもしれませんし、税金で運営するべきこういった給食事業や介護施設などの事業にあまりにもね予算が割かれてないのかなというところがついに顕在化してきたかなと。おそらく給食業者さんっていうのは売り上げもそんなに高くないでしょ。じゃあそこに10月からのインボイスっていうのが始まってくるといよいよ追い詰められるんじゃなかろうかと思いますけどね。これについて何かお考えがあったらよろしくお願いします。それではお疲れ様です。